こんにちは、アラサー夫婦です。今回は歴史的な円安、米国株、投資待つべきというテーマでお伝えしていきます。最近ニュースや SNS でも円安円安と言われていますね。今年の3月には1ドル120円台になり、6年ぶりの円安となりました。その1ヶ月後の4月にはなんと20年ぶりの1ドル130円になり、その2ヶ月後の6月には23年ぶり1ドル135円になり、急速に今円安が進んでいます。この状況の中、皆さんからたくさんコメントいただきます。円安が足かせになって買いに踏み切れないとか、円安ですがドルに変えていますか、円安がネックです、ドル転に少し抵抗がありますといったコメントですね。その気持ちめちゃくちゃわかります。そこで今回の動画では、まず前半で現在なぜ円安がこれだけ進んでいるのか現状を解説していきます。そして後半ではこの質問に対するアラサー夫婦の個人的な見解を紹介し、今後の投資方針も紹介していきます。今円安で悩まれている方の参考になるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。まずはじめに円安円高とは何か、基本的なところから確認しておきましょう。例えば現在1ドル100円だとします。そこから1ドル99円になると、これは円高です。1ドルにするのに円が99円で済むので、円の価値が上がったということですね。反対に1ドル101円だと、これは円安になります。1ドルにするのに101円、1円多く必要なので、円の価値が低くなっているんです。この考え方、最初はちょっとこんがらがりますが、慣れていけば大丈夫です。今はこの円安が進んでいるんですね。こちらがドル円のチャートになります。現在は134円から135円ぐらいを推移しています。2020年のコロナショックのあった時は1ドル103円程度でした。今年の年始は115円程度でしたので、わずか2年で見ても急速に円安が進んでいます。ではなぜ今円安が進んでいるのか、その背景にはいろんな要素がありますが、その中でも一番大きな理由として考えられているのが、日米の金利差、これが拡大していることです。ここで金利とドル円の関係を見ていきましょう。こちらのグラフは元日経新聞記者後藤達也さんの資料を引用させていただいてます。もう皆さんもご存知だと思いますが、後藤さんの YouTube めちゃくちゃわかりやすいのでおすすめです。青色が米国の10年債利回り、緑色が日本の10年債利回り、赤色がドル円です。3月の7日あたりから10年債利回りが急激に上がっているのがわかるかと思います。それに伴ってドル円も円安が進んでいますね。ドル円が米国の10年債利回りに連動しているのがわかりますね。一方で日本の10年債利回りはほとんど変化がありません。というよりも、日本の10年債利回りは 0% 前後になるように調整されています。つまり、この日米の金利差が円安を招いていると考えられています。ではなぜ米国の金利が上がると円安になるかというと、金利の低い日本円で持っておくより、金利の高いドルでお金を銀行に貸す、いわゆる銀行預金だったり、安全な米国債券を買っている方がお得ですよね。日本でも大手メガバンクの金利は 0.001% とかですが、楽天銀行なら 0.1% ですよね。それだったら金利の高い楽天銀行に預けようってなりますよね。これと似ています。だから円が売られてドルが買われる。結果、ドル高、円安となっているんです。この為替には金利が重要ということが分かっていただけたと思うので、もう少し金利について解説していきます。金利についてなかなか学ぶ機会も少ないですし、知っているようで知らない部分もあるかと思いますので、おさらいがてら聞いていってください。そもそも金利というのは、借りたお金に対して払う手数料みたいなもんです。手数料のことを利子とも言いますね。例えば、住宅を購入するときに住宅ローンの金利がありますよね。低金利だから今が買い時です、みたいなことも聞いたことがあると思います。あとは自動車のカーローンとかも金利がかかりますよね。反対に私たちが国にお金を貸して利子をもらうこともできます。その形としてもらえるのが国債です。これらにかかってくる金利はそれぞれで異なってきますが、この金利の大元になっているのが今よく言われている政策金利です。
米国の政策金利が上がったとか利上げがとかよく聞きますよね。この政策金利が元になって世の中の様々な金利が決められています。なのでこの政策金利が上がった下がったっていうのはめちゃくちゃ重要なんですね。この政策金利は中央銀行が決めています。日本は日本銀行、アメリカは FRB です。この政策金利は国内の銀行にお金を貸す時の金利とざっくり思ってください。国内の銀行はこの政策金利に上乗せをして企業や個人にお金を貸して利ざやを稼ぎます。反対に銀行に預金した際の金利にも影響してきます。アメリカではこの政策金利を今上げています。今月 FRB は 0.75% の利上げを決定、約30年ぶりの上げ幅ということで、今ペースを上げて利上げをしています。一般的に金利は景気が過熱している時に上げます。反対に景気が悪い時は金利を下げて利下げをします。アメリカはコロナ後経済活動が回復し景気が良くなっているんですね。さらに景気回復に伴い今こんな問題が起きています。それがインフレですね。インフレとはインフレーションの略で、物の値段が上がりお金の価値が下がる、つまり購買力が下がるということですね。このインフレが今アメリカでは大問題になっているんです。インフレの指標としてよく用いられるのが CPI 消費者物価指数です。2022年6月は前年同月比で 8.6% になっています。40年ぶりのインフレになっているんですね。インフレが進行し物価が上がると国民の生活が困窮しますよね。特に低所得者層にとっては大打撃です。インフレの目標数値は 2% が一番いいと言われています。これまでコロナ対策にて大規模な金融緩和、利下げをしてきたことや、コロナ後の経済活動再開によって今需要が高まっています。一方で人手不足やロシアのウクライナ侵攻による原油高、こういったこともあり需要と供給のバランスが崩れて歴史的なインフレになっているんです。中央銀行には政策金利を調整して物価を安定させる役割があります。このインフレを抑えるために中央銀行は政策金利を上げます。利上げです。これによって国内の銀行が貸し出す際の金利も上がります。すると企業はこんなに高い金利を払ってまでも新しい設備にお金を使おうとは思わなくなります。さらに個人でも住宅ローンの金利が上がれば、こんなに家買うのにお金かかるんだったらちょっとやめておこうかなというふうに消費が落ち込んできます。すると物の需要が下がり物価が下がるというわけですね。需給のバランスが取れてきます。アメリカの政策金利は段階的に上がっていますが、一方日本の政策金利はというと、先日日銀の黒田総裁が会見しておりましたが、今後も利上げはしないと発表していました。金融緩和を続けるということですね。なぜ日本は利上げをしないのかというと、黒田総裁こう答えていました。コロナ禍から日本経済が回復しつつある中で利上げをすると経済が悪化すると言っています。アメリカは経済が回復しているので利上げができるんですが、日本はまだ回復しきってないんですね。だから日本は金利を上げられない状態なんです。つまりアメリカは金利をどんどん上げていく一方、日本は金利が低いままなので、今後より日米の金利差が広がる、だから円安がますます進んでいくんじゃないかという見方が多いんですね。ミスター円という異名を持つ元財務省の榊原さんは、1ドル140円台150円近くまで進む可能性もあると言われています。どんだけ円安になるんやといった感じですね。ここで一旦まとめておきましょう。現在日米の金利差によって円安が急速に加速しています。アメリカはインフレを抑えるためにもっと利上げをしていく予定です。そして日本は経済がまだ回復しきっておらず低金利のまま、このため今後も金利差が拡大し円安が進むかという状況ですね。この状況の中、日本人投資家の悩みといえば、円安で海外資産は増えたけど逆に追加投資しにくい、これですよね。例えば1株100ドルの株を買いたいと思った時に、1ドル100円の時は1万円で買えていたのが、1ドル130円だと1万3000円必要になります。かなり割高ですよね。だから今海外資産に追加投資しにくいんです。皆さんからよく来る質問がこちら。
米国の株価は今年に入って下がっているけど、円高になるまで待った方がいいのか。アラサー夫婦の見解として、積み立て投資については、これまで通り継続する。これですね。もう積み立て投資に関しては、株価も為替も気にせず、ドルコスト平均法で続けていきます。皆さんが気になるのは、追加投資、スポット購入したい時ですよね。個人的には、購入したい水準まで株価が下がれば購入する。これですね。購入したい水準は人それぞれ違うと思います。余剰資金の程度やリスク許容度、ライフプランによっても変わってくるからです。為替も投資のリターンに影響するので、もちろん気にはなるんですが、株価と為替、どちらかを重視するかと言われたら、私は株価を重視するようにしてます。というのも、そもそも米国株に投資する最大の理由は何でしょうか？円安、円高のタイミングを狙って、為替差益を狙うことですか？だったらシンプルに FX をしたらいいですよね。米国株に投資する理由は、米国株から得られるリターン、これに期待して投資しているんですよね。こちら、米国株投資家なら部屋のどこかに1枚は貼っておきたいグラフです。いろんな資産がある中、220年の歴史を振り返ると、圧倒的に株式が生み出すリターンが高かったんです。他の債券や金は株式ほどのリターンを生み出せませんでした。このズバ抜けたリターンにかけて、皆さんは米国株に投資をしているはずです。現在 S&P500 もナスダックも弱気相場入りしましたが、実は株価が大きく上昇する日は、株価が大幅に下落したタイミング付近に集中しています。このグラフは1980年から2020年の S&P500 の株価です。この中で緑色の縦線がありますが、この期間は株価が大幅上昇した日なんです。上位40日が示されています。グラフを見ると株価が大幅に下落したタイミング付近に集中しているのがわかりますね。下落時に投資をすることで株価の上昇リターンをより効率よく得られるチャンスがあるということです。ちなみに先ほど大幅上昇した日を逃してしまうと、トータルリターンは大幅に減ります。上位10日を逃すだけで半分以下、上位40日すべて逃すと8分の1程度まで下がります。つまり、為替を気にして投資を控えている間に株価上昇の恩恵を逃してしまうかもしれないんです。株価も上がってしまって円安がそのままの状況だったら、なおさら追加投資できなくなりますよね。この株式から得られるリターンを逃さないためにも、為替は気にしすぎない方がいいと考えています。もう少し具体的にリターンを見ていきましょう。こちら S&P500 の過去の年率リターンです。円の価値は今年1月の時点で1ドル115円から現在134円まで円安になり、実質マイナス 16.5% 価値が下がりました。今年の S&P500 のリターンはマイナス 23% です。比べてみると、為替以上に株価の方が下落していますね。さらに直近3年間、2019年から2021年までのリターンはかなり高かったです。もし今後ずっと円安が続いて、今年来年も投資を控えていると、今後このリターンを逃す可能性があります。いやいや、これだけリターンがいいのはたまたまこの時調子が良かっただけでしょって思うかもしれません。確かに S&P500 の年平均リターンは 9.6% です。これと比べると確かに円の価値が上がってから投資した方がいいって思うかもしれません。ただこの考え方はちょっと短期的かもしれません。確かに短期的には割高だったかもしれませんが、この年平均リターンを今後も出してくれれば数年で取り戻せる範囲です。そもそも S&P500 などのインデックスファンドに投資しているお金は10年以上先に使うお金ですよね。であれば将来には為替以上に十分リターンを出してくれているはずです。ちなみに高配当株 ETF 代表として VYM も調べてみました。こちら過去の年率リターンです。直近10年であれば 12.6%、設定来からであれば 8.55% のリターンを出しています。8.5% あれば十分ですよね。VYM も短期的に保有しようと考えている方は少ないと思います。長期で保有して配当をもらい続けるスタイルです。どうしても為替が気になってしまう人は少し短期間で物事を考えすぎているかもしれません。5年後、10年後にはどうなっているかで見ると少し投資しやすくなると思います。さらに今後為替が円高になる保証もありません。
むしろますます円安になるという見方が多いです。1987年から2006年まで FRB 議長を務め、物価を安定させた巨匠と称されたアラン・グリーンスパン氏は為替についてこう言っています。為替を予想するのはコインの裏表を当てるようなものだ、こう言っているんです。株価ですら予想するのが難しいのに、為替もこれ両方同時に予想するなんて一般人にはなかなか難しいです。アラサー夫婦の見解をまとめると、積み立て、スポット購入ともに継続していきます。長期的には株価が為替の影響以上にリターンを上げてくれると考えています。為替を意識しすぎて投資を控えるのは、重要な株式のリターンを軽視している本末転倒だと個人的には思います。株式のリターンを逃さないように注意していきましょう。そして為替と株価両方いいタイミングはなかなか来ないと思います。今円安と騒がれていますが、昨年末の時点でも1ドル115円で円安で買いにくいなという声もありましたし、株高で高値掴みになるなと言われていました。なのでアラサー夫婦の結論としては、積み立て投資は継続、為替は読めないので株式のリターンを逃さないように円安の中でもスポット購入をしています。ただし一括ではなく時間分散はしています。そして今後どうなっても対応できるようにある程度の現金比率もキープしています。とは言ってもですね、やっぱり為替気になるんだよなっていう方いらっしゃると思うんで、そんな方に向けて3つのポイントを紹介しようと思います。1つ目はドルの配当金を再投資するです。米国株からもらった配当金であれば、円安の影響を受けずにそのまま追加購入できますよね。配当金が出ない投資信託でもファンド内で再投資されていますから、その恩恵は受けられているはずです。2つ目はスミチン SBI ネット銀行のドル自動積立サービスを使うことです。スミシン SBI ネット銀行では自動で円をドルにしてくれるサービスがあります。しかも1ドルあたりたった2銭でできます。タイミングも毎日毎週毎月と選べます。ドル転のタイミングにどうしても悩んでしまう方は、こういったサービスを使ってみるのもいいと思います。 SBI 証券との相性もいいので、持っていて損はないネット銀行の一つです。米ドルの普通預金は 0.25% で預けられます。ただ最後に1点注意点として、この外貨預金は預金保険制度の対象外です。これは銀行が破綻した時に預けたお金を守ってくれる制度なんですが、外貨預金はないです。日本円の場合は1000万円まで保証されます。この点ご承知おきください。3つ目は日本株に投資をするです。日本株であれば円安関係なく投資ができますよね。個人的にはもともと米国株、日本株両方に投資をしているので、今は若干日本株により多めに追加投資しています。もしずっと日本株にも投資しようと考えていた方は、今の機会に投資をしてみてもいいかもしれません。個人的に今回の円安を受けて、改めてドルでのキャッシュフローの重要性を感じました。資産自体はドル資産の比率も確保していましたが、キャッシュフローもより分散しておく必要があると思います。アルバイトの給料や事業所得、将来の年金も日本円です。逆にドルでのキャッシュフローは米国株からの配当金のみです。よく日本で生活するのにドルより円の方が使いやすいよねって言われますが、円安の時には米国株に気兼ねなく追加投資できますし、生活費のために円転してもお得です。今のうちに気づけてよかったと思っております。円安が進んでいる中、皆さんどのように投資していきますか？よければ投資方針コメントで教えてもらえると嬉しいです。最後に無料動画のお知らせです。こちら 99% の投資家が知らない S&P500 致命的な欠点という動画です。皆さんも投資しているであろう S&P500 などのインデックス投資ですが、これに警鐘を鳴らすアメリカのプロの投資家がいます。彼がインデックス投資の欠点について語った特別対談動画が無料で公開されています。メールアドレスを入力するだけで翻訳された動画が見れますので、気になる方は概要欄からチェックして無料で見てみてください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。妻と一緒に Vlog チャンネルも始めています。沖縄移住、セミリタイア後の生活も発信していきますので、こちらも合わせてご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。